皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加藤と申します。ジャニーズ問題、タレントに罪は論はないという人は多いですけれども、完全論破します。ジャニーズの所属タレントっていうのは罪はあるんですよ。いまだに、いや、タレントは被害者だと、なんで仕事を奪うんだと。悪いのは別にその、ねあの、ジャニー氏だけで、別にタレントに罪はないと言いますけど本当なのか、完全論破します。えー、その論拠ですけれども、 加害を知っていたのに、訴えなかった、助けなかった、告発しなかったのは犯罪の共犯者です。だって、その場でそういうことが行われていたにもかかわらず、それを知っていたにもかかわらず、スルーしていたってことは、犯罪の共犯者ですよね、ということですよ。だ見殺しにしたってことですよ。だから、だから所属タレントだから別に罪はないっていうのは、まるで嘘です。完全論破です。まるで嘘です。 で、えー、加害をもし知っていたのは、別に直接見なかったとしてもですよ、いや、例えばなんか同僚が、まあ、同じチームのね、そのなんかそのね、やめちゃって、なんか学業に専念するとかやめちゃうおかしいなみたいなとか、いや、噂で聞いてたとか、いや、なんか、ああ、 あそこに呼ばれた、ああいうことされるんだなみたいな、それは,それはあの会見でもありましたけれども、えー、新社長もそういう訴えがあるわけじゃないですか、その被害を受けた人が、要は新社長になったあの人は、えー、あなんか呼ばれたときに何も言わずに、ああ、いってらっしゃいみたいな感じ、ああ、なんかされるんだなみたいな、あははみたいな感じで、見逃されたみたいなことも言ってるわけじゃないですか、まあ、それは本当かどうか分かりませんけれども。 加害を知っていた可能性って非常に高いわけですよ。直接見聞きしなくても、同じところにいて、あ、またなんか呼ばれたな、おかしいな、なんか次の日、様子おかしいなとか、そういう噂出回ってるよなっていうか、実際に告発してる人もいるよなっていうか、裁判で確定してるんですよ。だからその、いや、知らなかったですって、本当なんですかって話なわけですよ。でもし知っていたのならば、 でもしもしくは例えば自分が被害を受けた、もしくは、えー、その仲間が被害を受けた、もしくはそういう噂を聞いたというのであれば、その時に何らかの行動をすれば、今後、新たな被害者は生まれなかったわけですよ。その人が知った時にこここれれまずくないということでいととうでやこれ ダメもしやっていたんだったらダメですよと、ダメじゃないですかって,って、例えば責任に訴えるとか、ね、訴えるってことをしなければ、これスルーしたってことは犯罪の共犯ですよね。犯罪をしていたのを、知っていたにもかかわらず、見逃したってことは、これ、重罪な罪ですよ。で、そのせいで、新たな被害者が生まれたんですから。で、最近、ジャニーズの,その、ね、性,性被害に遭ったタレントとかも、まあ こんな話をしている方もいましたけれども、要は、もっと早く自分が訴えていれば、その自分の後の人たちが被害に遭わなくて済むんじゃないかと。とだけど、黙っていた、黙っていたせいで、ああ、またやられた、またやられた、またやられたって被害者がどんどん増えていた。自分が早く声を上げれば、新たな被害者は生まれなかったんじゃないかって後悔している人もいるわけですよ。だから、所属タレントで知っていたのならば、 それを見過ごした、スルーしたってことは、犯罪,犯罪,者を,犯罪を見逃して、新たな被害者を生んだってことですよねこれは。これは責任ないとは言わせませんよっていう、だからなんか、タレントは全部被害者だみたいなの、嘘で、加害をしていたなら、何らかの行動をしないとっていうことなわけですよね。で、いや、その知らなかったっていうなら、罪はないですけれども、本当に知らなかったんですかってことなわけですよ。だからそこがやっぱり問題で、いや、 私は知りませんでした、知りませんでしたって、本当ですかって、そんな狭い空間の中で、えーね、毎日のように今まで何百人と被害に遭って、で実際に知らなかったっていうけど、 告発本出てますよね、もう何十年前から告発本出てますよねと、そもそも「週刊文集がこんな被害が行われてるって言って、裁判になって、ジャニー氏の加害は認定されてるわけですよ。だから、裁判とかでも多数の告発でもそういうことがあったということが明らかになっていて、しかも所属していれば、いや、ま、僕、全く知りませんでしたって。 本当ですかっていう、まあもちろんその全員が全員知ってたとは思いませんけれども、でもそこにいてそこそこ売れてる人で、しかもね、加害にあってる人が、その同じグループの仲間とかって、もちろんその仲間に言ったかは分かりませんけれども、うすうす感じてたんじゃないですかそれ、実は知ってたけど、見て見ぬふりしてたんじゃないですかもしくは、被害に遭ったけど、黙って何もなかったことにしたんじゃないですかと、それをもし、 訴えていればあた、新たな被害者が出なかったんですよ。だから所属タレントは、要は罪を知っていながら自分の保身のために、自分の保身のためですよ、自分の保身のために言わなかったってことですよね。それはいいんですかっていうこと不正を見逃したっていうことは、これ、重大な罪ですよねしか。しかも不正を見逃したことで、新たな被害者がこの先、何十年と何百人と生まれたわけじゃないですか。だから、知った方がちゃんと告発した人、ね。 言、ね、う人がいるおかげで、あこういうことがあるかもしれないからやめよって、新たな被害者を防い,防いだ側面はあるわけで、言わなくてそこにいて、自分は売れればいいやっていう、ね気に入られればいいやと、いや、なんか聞いたらしいけど、なんかあったっぽいけど、でも俺には関係ねえやとかいう人が結局は、その、 犯罪を助長したわけですよねだから所属タレントに罪はないっていうのは嘘で、同じ組織内にいて、もしその犯罪を知っていたら、もうそれはスルーしたっていうことですよ。だから,だから皆さんその、だから学校のクラスで超、ね、超み,みんなの前でいじめられて、 いじめられてる人がいるのに、先生にも訴えず、警察にも訴えず、親にも訴えず、ああ、この人またいじめられてんな、でもこれ知らないって言った人と同じですよねってことです。もちろん、全員が全員知っていたとは限りませんよ、所属タレントが。だけれどもこの、この一連の報道の中で、いろんな調査結果が出ている中で、所属タレントが全く知らなかったとはとても思えないですし、まあ、そもそも、 そもそも告発はもう、告発本とか告発者は何人もいて、しかも週刊文集がいっぱい取り上げて、で裁判でも加害が確定しているにもかかわらず、いや、私は知りませんでしたっていうのはおかしくないですかっていうことなわけですよ。それ、嘘なんじゃないですかっていうことで、これだから知っているのか知っていないのかで、大きく罪は変わるというわけで、えー、目の前で、そのね、 いじめられた人がいると、もしくはいじめられているのを聞いている、まあ、いじめどころの話じゃないですけどね、もういじめという、もう、っていうか、もう完全にその暴力ですからね、とか、もう人権を踏みにじる行為を知っていながら知らないふりをした、スルーをした、何も文句を言わなかった、自分の欲しい自分が売れさえすれればいいと、そこで上の言うことを聞いてればいいんだということは、これ、犯罪ですよねということで、所属タレントに罪がないっていうのは、嘘です。 だからこの論を唱える人って、本当に浅はかなんですよ、本当に浅はかなんか、なんかそのね、もっともらしいことを言って、タレントの味方になって、俺、かっこいいみたいに思ってますけど、被害に遭った人のこと考えてないんですかと、しかもその新たな被害者が生んでいるで、告発してる人が言ってるように、もっと早く告発していれば、新しい被害者を防げたかもしれないって言ってるわけですよ。 だから知っていたのに言わなかった所属タレントっていうのは、これ、重大な罪ですからね、だからだからまだいい方ですよ、なんか事務所変えれば活動できるなんて、まだいい方で、本来ならば、そこで知っているのに何も行動を起こさなかったってことは、もう、 芸能が永久追放されたっていいぐらいのペナルティを受けてもいいぐらいなのに、いや、なんか所属事務所変われば別に、別になんか活動してもいいよってんだったら全然いいじゃないですか。だからなんか所属タレントは罪はないとかって言ってますけど、同じ組織内に行って知っていた可能性があるのに、それを言わなかった、行動を起こさなかったことで、新たな被害者を生んだ、さらに被害者を 見殺しにしたっていう罪は、これは大きいわけで、所属タレント、ジャニーズの所属タレントに罪はないっていうのは、全くのデタらメですっていうことで、まあ、頭の悪い人は自分の意見に固執してるからわからないでしょうけれども、そういうなんかもっともらしいことを言って、なんか俺って天才だよねみたいな、タレントの味方してるよねみたいな、そういう、いやだってしかもそういうことを言ってる人って、ジャニーズファンじゃないんですよ。だって別に、ファンの人はただ応援したいから、 っていう理由だけですけど、全然ジャニーズのファンとかでもなんでもないんですよ、そういうこと言ってる、なんかもっともらしく、なんか別に、なんかタレントに罪はないのに、こんなバッシングするのはおかしいとかっつってて、お前がおかしいんだよっていう、お前がおかしいんだよっていう、犯罪の、この犯罪の深刻さは分かってないし、しかも何十年もその限られた狭い組織の中で行われてきて、被害者がいっぱいいて、そこにいた人知らなかったんですか 何にも知らなかったんですかでも裁判でも確定してますよね。多数の告発者がいたんですよね。勇気をもっと告発する人もいたんですよね。そういう声を一切無視して、私は売れるため、売れるため、売れるためっていうことでやってたわけじゃないですか、言ってみればですよ。だからそういうなんか別に不安でもないし、なんかね、その一般的な今テレビでバッシングされてる意見の反対を取れば、自分は賢いと思われるような意見を言うというのは本当に、 本当に人権無視の。で、そういうことを言ってるやつは平気でパワハラとかセクハラとかするような人たちが多いんですよ。大体、の親父とかが言ってるんですよね。<laughs> お前、絶対パワハラとかセクハラとかして、いや、なんかそういうのは別にいいんだよみたいなことを言うような、そういうやつらが言ってる、だから本当にジャニーズファンとか所属タレントのことを思って言ってないんですよ。もうなんか軽く見てるんですよね。なんかその、 その性,性,性被害についての軽く見すぎですということで、えー、自分は他人事だと、だから別に誰かが、ね、苦しんでる思いしようが、スルーしたやつは罪じゃないっていうのはおかしいですよ、おかしいですよということで、えー、皆さんですね、こういう論に騙されないようにということで、えー、皆さん、被害者を見殺しにして、新たな被害者を増やした犯罪の共犯者ですよと知らない。 嘘言ってないですか、知ってたんじゃないですか、なんで行動しなかったんですか、所属タレントですよね、うすうす気づいてたんじゃないですか、自分の保身のために行動しなかったんじゃないですか、その組織にずっといて、それで美味しい思いしてきたんですよね、それで罪はないって言えるんですかっていうのは、嘘ですということで、皆さん、こういう論に騙されないように気をつけていただきたいなと思います。